アレウェイは1989年にニンテンドーから発売されたゲームボーイ用コンピュータゲームソフト。開発はインテリジェントシステムズ。ゲームボーイ本体と同時発売された4作品のうちの一つ。内容はブロック崩し。パドルにマリオが乗り込み、ボールを跳ね返してブロックを崩していく。操作は十字キーの左右で行い、A ボタンを押しながら、 移動で加速、B ボタンを押しながら、移動で減速となる。4ステージ以降から、天井に、ボールが当たると、パドルが短くなり、ボールを跳ね返すことが難しくなる。ボールを下に落とすと1ミス。セーブ機能はなく、コンティニューもできない。白いブロックを破壊すると1点が入り、以降灰色ブロックが2点、黒いブロックが3点となる。 残機は1000点取るごとに1アップする。破壊可能なブロックをすべて崩せば、ステージクリアとなり、次のステージに進む。ブロックが下に降りるステージでは、ある線を越えると、ブロックが消えて、ステージクリアとなる場合もある。ステージ構成は、通常ステージが1マップ3パターン8の24、ステージにボーナスステージが8ステージの、全32ステージとなっている。 なお、最終ステージをクリアすると、最初に戻り、ゲームオーバーになるまで無限ループする。通常ステージのパターンは3つあり、1から3の順に登場し、これが8回繰り返される。通常の1画面ステージブロックがスクロールする、ステージブロックが下に降りてくる、ステージボーナスステージを構成するブロックは、スーパーマリオシリーズのキャラクターが表現されている。ボーナスステージは、 通常のステージと異なる点がいくつかある。時間制限があり、時間内にブロックをすべて崩せば、ボーナス点が入る。ボールがブロックを貫通する。天井に、ボールが当たってもパドルは短くならない。ミスをしてもステージが終わるのみで、残機が減ることはない。ポーズをかけることができない。ありがとうございます。